会社員時代にやっておけばよかったことはありますかと、ぜひねお伝えしておきたいことがあるんですけど、をしてしまってたのがものすごく今振り返ればそんな必要なかったなと。今会社にお勤めになられている方にその経験ってものすごく貴重だと思います。皆さんこんにちは、天野スコープのお時間です。はい、本当にもうね恒例になってきましたね、質問回シリーズということで、今回もまたご質問が来てました。でお答えしてまいりたいと思います。これはですねちょっと僕のもしかするとパーソナルなところも含めた質問なのかな。起業した時会社員時代にやっておけばよかった、後悔されたことはありますかというご質問が来てました。はい、これご回答していきたいと思います。僕はまあご存知というかなんというか、まあ、YouTube でお話してますけど、前職はキーエンスというですねセンサーの会社におりました。僕はすごく小さな頃に入って、辞める頃には、まあ実はね、19年近くいたんですけど、かなり大きな会社になりまして、現在なんとね、時価総額で、日本でもね、3本の指とかに入るぐらいの超優良、優秀企業になられた会社で、僕はもう本当感謝しかないんですけれども、この時にどんなことやっとけばよかったなって、これまあちょっと後悔って言ったら大げさな話になりますけど、いくつかお話ししたいんですね。結構期限ですね、長期連休しっかり取れるんです。そういう時にね、海外の旅行とかね、結構やっぱりまとまった休みをしっかり取れるって、僕ね結構会社員さんのメリットじゃないかなって思います。あとはもちろん人の性格にもよるかもしれないですけど、今振り返ればやっぱりねオンとオフがはっきりしてる。そのオフの時にいろいろね、もちろん仕事で気になったことがゼロだとは言いませんよ、言いませんけども、やっぱりこのオフっていうのは会社員時代の方がものすごくくっきりできるんじゃないかなと思っていて、そういう意味では長期連休とそういったところを利用したそのオンオフの切り替えっていうのはもっともっとね活用して、まあ、いわゆる海外旅行を楽しんだり、ツーリングしたりもっとね、やればよかったなっていうのはちょっとだけ思いますと。別に起業したら全くいけないとか全然そういう話じゃないんですけど、もう休みなんだから、会社のことなんか知らないよなんてことはやっぱなかなか起業しちゃうとですねやりにくくなることは事実なので、まあそういうとこあります。であとね、これは今会社にお勤めになられている方にぜひねお伝えしておきたいことがあるんですけど、これもね後悔とまでは言わないんですけど、もっとですね会社のブランドというかな、そういうものを活用すればよかったと思ってます。どういうことかというと、いろんなね大企業の役員さんとかそういったところにも、まあ、営業であればね本当はどんどんアプローチできるんですよ。だってまあもちろんキーエンスも僕が入った頃は小さい会社でしたよ。でもものすごく急成長したって話をさせていただきましたけれども、後半の方はもうもちろんどんな製造業に言ったって名前は通ってたわけです。だから僕はそれなりに、トップ攻略みたいなところもやってたと思いますけど、もっとやってもっとやればよかった。自分の中でやっぱり少し何かこう引っ込み思案って言ったら大げさかもしれないですけど、ここの役員さんにいきなりねアポ取るのはあれかなとか、なんかちょっとそういう遠慮をしてしまってたのがものすごく今振り返ればそんな必要なかったなと。もっと大きなところ、もっと大きなプロジェクトっていうところに臆せずに突っ込めばよかったなと思います。だって最初来た頃だってもう2000人3000人いましたからね。そういう大きなチームの代表としていろんな提案に行けるチャンスなわけじゃないですか。だからそういう大きな提案をしていいんですよ、ね、なのにもかかわらずなんか自分が、まあ、できる範囲って言ったら自分ごとでねちょっと恥ずかしいですけど、少し自分にそこキャップかけちゃってた、まあ、勝手にね向こう様に迷惑じゃないかとか、なんかそんなことを勝手に自分の中で壁を作ってしまっていて、そんなことなくてもっともっとやれたんじゃないかなっていう思いはあります。はい、だからここはですね今特にね会社にお勤めで、そういったね会社のいい、商材とかいいサービスとか、あるいはそのこれから新しいプロジェクトが立ち上がるんだとかっていうところに、ぜひですねしっかりと中身をね着目してもらって、こんないいものがあるんですっていうことをね
ぜひ皆様、お客様にですね、壁を作らずに、どんどんと勇気を持ってね、提案してほしいなと思います。その経験ってものすごく貴重だと思います。そんなところが多分あるんじゃないかなと思います。ちょっと冒頭ね、個人的な話もしちゃいましたけども、はい。ぜひ会社にお勤めの方はですね、遠慮なく、どんどんと、自社の素晴らしいところを、提案を広げてください。はい。以上でした。